はい、どうもこんばんは、とっても眠いです。今ですね、舞浜駅に来ています。時刻は、12時17分で、これがですね、今昼間ではなくて夜中なんですね。で、今日ですね、3月18日、まあもう日付、まあ、実際超えてしまってもう19日なんですが、3月18日の終電をもって、この舞浜駅で使用されていたアナ雪の発車メロディーですね、これが最後ということですので、今日はですね、その最後の最後の発車メロディーを聞き納めに、やってきました。さすがにね、最後の最後ぐらいは発車メロディーがフルって鳴ってほしいんですけども、なるんでしょうかね。ちょっと検証を交えて、聞いてみたいと思います。いや、もうディズニーも閉園しちゃってるので、もうホーム上お客さんも全然いないですね。ちょっと寂しい感じです。はい、でこちら2番線、12時32分の東京行き、この電車をもってですね、2番線側の限定メロディ、生まれて初めてという曲が、この32分で終了となります。お客さんが全然いないので本当になるか心配ですね。はい、でこちら1番線側、武蔵野線はすでに終わってるんですけども、京葉線は、あと残り3本あります。21分39分、あと次が49分かな。はい、あと3本ありますね。こちらはその49分をもって、レッドイットゴー、これの最後の発車メロディーとなります。まもなく2番線には新木場八丁堀方面東京行きの最終電車が到着をいたします。東京駅までの各駅ご利用のお客様、お乗り遅れなさいませんようご注意ください。なお本日南船橋駅におきまして、武蔵野線からのお乗り換えのお客様を待ちました影響で3分ほど遅れましての運転です。列車遅れまして申し訳ございません。まもなく2番線には新木場八丁堀方面東京行きの最終電車到着をいたします。まもなく2番線に東京行き最終電車が到着します。黄色い線までお下がりください。2番線電車が発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。いやー、2番線側はちょっと残念な結果だったんですけども、1番線側が、まだあと2本ありますので、こちらにちょっとフルを期待してみたいと思います。ついに残り1本になりました。にしても本当人っ子一人いなくなっちゃいましたね。この1番線側のね、49分蘇我駅、こちらをもってですね、舞浜駅の、限定メロディー、アナ雪メロディーが、最後となります。果たしてフルで鳴るんでしょうか。本当にお願いしますという感じですね。まもなく1番線に蘇我駅最終電車が到着します。黄色い線までお下がりください。お待たせいたしました。1番線には本日の蘇我駅最終電車が到着となります。こちら本日の蘇我駅最終電車となっております。ご利用様はお乗り切りなさいませんようご注意ください。1番線大変お待たせしました。蘇我駅最終車の到着です。1番線には本日の蘇我駅最終車の到着です。ご利用なさいませんようご注意ください。
お、最終電車は200級系の500番台ですね。なんと結果はですね、残念なことに即切りという感じでした。まあ遅れてたんでね、まあ仕方ないかなっていうところもありますね。これでですね、舞浜駅の、アナ雪発車メロディーは、全て終了となりました。今までありがとうございましたという感じですね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。